はい、皆様おはようございます。リヒトドゥンケルハイトでございます。牧場物語ハーベストムフォアガール実況プレイ続けていきたいと思います。本日夏の月29日水曜日です。もうそろそろ夏の月も終わりですね。アレフ今日はなんか喉死んだけど一瞬。今日は、ザクさんの誕生日です。まあ作るものは決めているわけですが、でザクさんがね、やっぱり出会えるのがやっぱり牧場に出荷物を取りに来るあれね、あの瞬間が一番やりやすい。あとなんか朝方とかで雑貨屋にいるみたいなんですけど、それはね自分が行動している時間的に間に合わなさそうなので、まあ基本的には出荷のタイミングを狙って、トラップがなければね、レシピトラップがなければいいんだけども、レシピトラップのことを忘れなければいいんだけど、はい、一応チェックをね。とりあえずまあいつも通り行動して、料理をね作って渡そうかなと思っております。まあザクさんにはね、ザクさんがね出荷物を取りに来てくれないとクリアちゃんの収入は1ミリもないわけだから、大変お世話になっているわけだから、全然なんか目立たないというかあれなんだけれども、一番お世話になっているのはザクさんだからね、手料理でもてなしてあげたいかなと思いますけれども、レシピトラップがな怖いんだよな。はい、その位置若干邪魔なんだけど、その位置ちょっといろいろと問題が、いろいろともうメルちゃんまで来るし、なんだ飯が食いたすぎるのか。あ、いい感じに避けてくれた。横からならいける。よし、ほっ、オッケー、よし、はい、オッケー。待って、いや、ちょっと、コロボックルどうだっけ？この前4日で見た気がするけど、あと2日だから、明日に入れ替えのお約束をしてやな。OK。あ、ちょうどよかった。いつも忘れてるから、さっきにできた。よし。さっきにブラシできたんできてない。いや、でかい。で、今日は何もなってへんよな。よいしょ、ちょっとさっき思い出したから先に、ウィンってやっといて。さあ、中はなんか、できてるかな。あ、できてるね。キュウリは、まだ、何回かやらなあかんと思うけど、パイナップルはそろそろいいかな。そろそろいいけど何にしようかな。よいしょ。今更だけどすごい丸々っとしたね、パインだよね。あと収穫すると若干ちっちゃく見えるのは気のせいかな。気のせいかな。気のせいだといいんだけどな。よいしょ。ほい。パインはもう100個超えたことを祈ろう。多分100超えてるんじゃないかな。手作業での出荷。よし。何にしようかな。ちょっと後で出荷の表を見て確認するけど。よいしょ。よいしょ。よいしょ。今日パインの出荷のあれだから、多分ザクさんがおすげえなって言うてくれるんちゃうんかな。以上。ちょっと、な？きゅうりがあれで、まあ、じゃがいもは今やってる。キャベツがまあまあ最近だから、玉ねぎがあんまやってないか。ナスギリギリ足りてないって感じだな。でも、ナスっておそらくだけど、多分カゴでやってそうな雰囲気がするな。
とりあえず玉ねぎ、玉ねぎかな、まあ、種があればの話なんだけどね。ちょ見てくるよ、種があるか見てくる。よいしょよいしょ、あ、引っかかった。よいしょい。種種、よいしょ。秋は突入するからナスは多分植えられるしね。うん、これ何、頭ねぎあるじゃん、いっぱいあるね。じゃあこれやろう。ちょっと待ってね、こうしてこうしてこうです。先に釜であれが必要だから、先に釜でゲシゲシかって、ゲシゲシ、よいしょい。ビニールハウスもっと増やせたらいいんだけどね。これな、こうしてから 2,3,4 のこうよ。 OK、 こうしてから 2,3,4 のこうよ。 OK、 で玉ねぎを巻くと、巻くと、でじょうろじょうろ、よいしょ。好評。多分キュウリとかはね、最初の頃絶対籠やってたと思うからさ、絶対足りてないんだよね。あと5回ぐらいはやんなきゃいけないかも。あ、ちょっと足りてない？大丈夫？ちょっとずれたよね今私。だよね、ずれてたよね私。危ない危ない、危うく大変なことになるとこだったぜ。ちょっと忘れないうちに先に種を戻しておきましょう。よし。あれふ？何してんの？種を戻して、種をこうして、こうして、こうかな？うん。多分これが正解。なんとなくしか覚えてないけど。今更だけど、クレアちゃんの部屋にある、部屋っていうか家にある、なんだっけ、花？花壇みたいなの、あれ増加ってことだよね。だって全くお世話してないもんね。1,2,3,4,5 おるね。よし。あー、間違えた。取れないねか？よし、取れた。めちゃめちゃみんな端っこに行くんだよね。まあ、多分ね、取れた？よし。出ようとしてるだろうね。出ようとした状態で寝てしまって、卵がそこで出てくると。なんだか申し訳ない気持ちになりつつも、でもしょうがないじゃん。楽なんだもん。まあ、秋になったらちょっと雨も増えると思うんだよね。台風とかそういう、でかいのの心配はないけれども、雨は増えるんじゃないかな。秋の長雨と申しますか。あれ？なんか作品によってはなんか梅雨とかがあった気がする。なんか3とかその辺になんか梅雨とかあった気がするな。このなんか季節の中でもこの辺は雨めっちゃ降りやすいみたいなのがあったような気がする。このゲームに関しては基本的に春夏秋冬で降水の確率が決まっとるんだけど、なんか作品によってはこの辺、この時期が梅雨とか、この日はなんか、なんだっけ、めっちゃ晴れる日みたいなのが決まってたり気がするな。よいしょ。そういうのの方がリアル、リアル、ね、リアルはリアルだけど、よく考えたら日本限定だからな。梅雨があるのって日本だしな。日本限定ではないかもしれないけど、全国っていうか全世界梅雨があるわけじゃないらしいしな。よいしょ。はい、オッケー。さあ、昨日私そこねだから今日は私あげたいが、成功するのか。
怖いな、ちょっと慎重になるな。ここよし、まず成功。えどうすんだこいつ。ちょっと待って、この草がバチクソ邪魔。おこオーケーオーケーオーケー。じゃあちょっとまずはグレイ君に先挨拶してこよ。グレイ君に挨拶して、今日水曜日だからな、まあ別に休んでんのは医者ぐらいかな。グレイ君もう少しで秋だよ。グレイ君のイベントがちゃんと進むか本当不安で仕方がないよ。今の時間ワンチャンどうだっけ、雑貨屋にいる。ちょっと確認してみよう。まあ、今何も持ってねえけどな。なんかね、朝の9時10時ぐらいだと雑貨屋にいるみたいなの書いてあったんだよね。でその後すぐ自宅とかで、自宅だとあそこ入れないから、こもられると、あーこもられるともうどうしようもねえんですわっていう。いねえ。カレンちゃんもどこ行ったのよ。いないか。まあ別にいいんだけど、とりあえず戻って料理しようと。で5時までね、あれよ、馬を走らせて待機するわ。えほえほ、まあ割と人が少ないからあれだけど、基本的にそんなうろつき回ってる人いないんだよね。ルーパクとかだとさ、クリフ久々、まあいいや。ルーパクやってるとさ、なんかほぼ常に、でも深夜とかじゃないとって、深夜とか以外だと常に人がさ、歩き回ってて、すげえなって思う。すげえなじゃねえんだよ。さて、料理をするよ。一回レシピを見るけど、まあレシピを見たところで作ってても。レシピを見る。作ったことないね。はい。今回作りまするのはですね、いや皆さん当ててみてください。今から料理よっていうか材料とかを選ぶので当ててみてください。使うやつはですね、まず必須がフライパンと包丁。で、アレンジで塩、醤油です。そして使う材料は先日買った油と小麦粉、そして卵とキャベツ。ここまでが必須。残りは他は何を入れてもっていうかアレンジ材料入れますけど、まあ必須材料のみで。さあこれでわかるか。まあ、ヒントはあの小麦粉が普通お菓子を作るのによく使われるというんですけれども、使っている材料を見てください。キャベツと油があります。そしてフライパンを使います。正直包丁はあんまり気にしなくていいと思います。キャベツ切る用だと思います。さあ塩を割と、なんだろう、あれだな、塩醤油に関してはかなりちょっとミスリード要素がある。さあ参ります。さあ皆様の予想は当たりますでしょうか。はい、こちらです。うん、これだけだと何かよくわからんな。はい、こちらお好み焼き。ええキャベツと小麦粉で当てろという感じですね。で、一応念のため、あ、トマトは好きって言ったな。レシピトラップ回避のためにトマトを用意しておく。はい。正直難しすぎると思うんだよね。今の。キャベツと小麦粉でワンチャン当てられるかな、ぐらいな感じだね。みんなどこ？あ、おったわ。うん。正直これかなり難しいと思うよ。もうクイズ番組できるぐらい難しいよ。これ当てられる人すげーみたいな。これ僕ものの料理、この必須材料の
プラスアレンジで何ができるでしょうかクイズやったら結構難しいと思うよ。なかなか難易度高いと思うよ。よいしょ。難易度高いといえばさ、この前、テイルズ・オブ・シンフォニアの、なんか、検定クイズみたいな、が、公式ツイッターで流れてきたからやってみたけど、正直、ノーマル、ハード、マニアックみたいなのがあったんですけど、ノーマルやってみたら、ノーマルは正直、ゲームの中の、その知識を、だったから、はめちゃくちゃ簡単なのが出たんだけど、一個ノーマルでクソ難しいのが、ゲームキューブ版の発売日はいつって言われて、さすがにそれは覚えてねえわって思いました。私、リバースからアビスくらいまではなぜかね、発売日覚えてんだけどね、シンフォニア覚えてないんだよね。っていうのでね、あとはなんか、ハードマニアック。マニアックはね、さすがに曲名とか知るかっていう感じだったから、結構厳しかったけど、なんかね、意外と当たったよね。意外と当たったっていうか、あとなんか思い出せねえけど、適当にこれでいいやってなった後に、あれ違ったな、こっちだったなってなったやつが、後から選び終わった後で正解に気づくみたいなね、パターンがちょこちょこあったんだよね。選んだ後に、あ、選んだやつこれじゃねえわって、これじゃねえやつ選んだわって気づいてしまったというパターンがね、そんなに私普段ゲームさやり込まないから、そんな検定クイズ出せば知らんわっていうことが多いねんけど、テイルズ・オブ・シンフォニアに関しては4週やってるからそこそこやってるし、他のゲームよりは網羅してる感があった。ただしやったプレイしたのがちょっと前すぎて記憶薄れまくりだからっていう、いうのと、マニアックはさすがにマニアックすぎてみたいな。さすがにさ、BGM の曲名覚えてるなんて、そんなよっぽど主題歌とかだったらわかるけど、BGM はちょっと無理よ、みたいな。って思ったよね。でもね、その BGM に関してはもう適当に選んだやつがなんか当たってたから。タイトル見て、これかなみたいな感じで適当に選んだやつが当たってたから、あ、そんなこと言ったらもう4時50分だよ。よいしょ。よし。ほっ。オッケー。ちなみに、まあいつも通りでしたね。オッケー。レシピトラップはなかった。レシピトラップはなかったのを確認いたしまして、トマトを戻します。うん、あれ何やってんの？引っかかってない？ワンチャン引っかかってない？あれ。誕生日プレゼントを渡し終えましたということで。よし。ん、RF 引っかかってなかったわ。はい。うん。結構さ、こう、雑学クイズとかやってる中でも、おー、早いな。たまにゲームのものすごいマニアックな問題とかが出てたりするからね。雑学も。ゲームも雑学の一部なのかみたいなことがあったりする。まあ、雑学だからね。うん。雑の中にもう何もかもが入ってると思えば、まあ、うんって感じだよね。ぐーるぐーる。もう今日はもう釣りはいいやっていう気持ちになってる。ぐーるぐる。さあ、29日。これ30日は特に明日何もなくて、あ、コロボッコロのやつを忘れないようにしなきゃなーっていうのと、秋の月1日に、秋の月1日に、私言えてた今、あ、なんか口が回ってなかったような気がするんだけど、ちゃんとイベントが起きるかどうか、確認するのがほんと怖いけど、でもまあここまで来たからやっていくしかねえんだよなーみたいな。発生するとしたら絶対1日に発生すると思うんだよね。だってその、グレイ君のイベントの発生時期が、秋の月1日から27までの間みたいな風に書いてあったんで、発生するかなぁ。別にその、秋の月1日に、その、なんかイベントがあるわけじゃないんで、夏の月1日の。
海開きみたいになんかイベントがあるわけじゃないので発生すると思うんだけどね、条件が揃っていればね。そろそろ行こうか。ああもうドキドキでしょうがないよ。よいしょ。ねえウィンドウ、ねえ君が1ヶ月帰ってきなかなかった時も本当にね、1ヶ月のギリギリのあたりを毎日ドキドキしていたよ。ウィンドウそ知らぬ顔しているけれども、そら知らんだろうなっていう話だけど、ドキドキだぜ。いろんな意味でドキドキだぜ。というところでちょっと早いけど、もう随分動画時間としてはそこそこ経ってるからね。よ、あ待って、アイテムが、よいしょ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 。ちなみにだけど魚増えてる？増えてなーい。40匹から増えてなーい。よし、うん、いい感じとのことで、まあクレアちゃんはいい感じらしいです。ならよし、いいえんかいって感じだけど、あ、これね、このボックルで遊ぶ、これがあのポケ捨てに関係するやつです。アーカイブじゃできないよ。はい、2年目夏の月29日でした。ご視聴ありがとうございました。